こんばんは。お風呂がたまるまでの間ショールームをしようと思います。イエーイ。あ、ハート、お金ありがとう。髪の毛染めましたか？染めてないです。え、落花生が落下してる。ハートありがとうございます。落花生が落下してくるんですけども、なんだこれは。ありがとうございます。なんとなんとなんと、うん、どうした？なーに、なんで、どうしたの？ガムとおしゃべりしなかったから。ショールームとおしゃべりしてたから怒ってるの？キャンシャン、どうしたの？あ、節分だから豆まきってことか。そういうことか。大豆、大豆なのか、これ。落花生じゃないのかな、大豆なのかな。みかんの剥き方めっちゃ面白かったです。ありがとうございます。嬉しい、そう言っていただけて嬉しいです。ぜひね、感想とかあったら握手会、トーク会で待ってます。なんかさ、今回握手会ん、お福内ありがとうございます。かわいい。なんだっけ、握手会が一部分増えたのかな。あれ、待って、ちょっとあんま分かんない。だから全部で4部やることになったのかな。ちょっと増えたので、はい、ぜひ会いに来てもらえたらなって思います。はい、待ってます。そう、なんかさ、すごい残念なのはさ、なんかさ、あれなんだよね、あの4月が、そう、私お誕生日がすごい大好きで、 ありがとうございます。だから私に豆投げるのどうかと思うんだけどさ私鬼かなこれそう、私お誕生日が、自分のお誕生日がめちゃくちゃ好きで、そうだから、その4月にね、やっぱみんなにお誕生日おめでとうをたくさん言ってもらえることを本当に楽しみにしてたんですけど、なんか、てかなんか毎年そうな気がするんですけど、4月っていつも特典会がない気がする。なんかそうじゃない、去年もなかった気がするんだけど、わかんない、気のせいだったらごめんなさいなんですけど、そう、今回も4月なくて、ちょっとマジ当日にやってもいいぐらい、本当に全然、本当に当日やってほしいぐらい、というか当日、誕生日当日はマジ仕事入れてほしいなって思うぐらい、本当にみんなにお祝いしていただけることをすごく楽しみにしている人間なんですけど、そう、あ、ライブがあるからね。ライブあんのかな、4月。そういうことなのかな。そう、ちょっと残念なんですけど、今年もおめでとうは3月に行ってほしい、5月がいい。え、もう両方言ってください。それはもうおめでたいことなんで、やっぱ1年に1回のめちゃくちゃおめでたい日なんで、もういつ行ってもいいです、誕生日なんて。もうディズニーシステムで、もう1年中いつ行っても大丈夫。どうなんですか、ライブあるんですかね。はあ、本当に何も知らん。知ってても言っちゃいけないし、ちょっともう大人なんで、ちょっと気をつけます、そういうのはね、やっぱね。ちょっと充電しなきゃ、ちょっと携帯の充電がない。まずいまずいまずい、充電がないぞ。ガムちゃんに会いたい。ガムは、ガムー、ガモー、
って呼んでみますね、ガムちゃんは。ガム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 ちゃんガムちゃんガムちゃんガムちゃん、はい、やばい、花粉かな。結婚してありがとうございます。あ、ガム来たよ、ガム来てたよ今。見れましたか。あー、かわいい、ほんと今このくしゃみ、くしゃみかわいかったかな。ありがとうございます、嬉しいですね。あー、鼻がめちゃくちゃムズムズなんだけども、ムズムズなんですが、ガムちゃんって呼んでるよ、ガム呼んでるよ、ガム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 ちゃんガムちゃん来てくれません。ガムはちょっとね、天の弱の性格なんでね、来ませんね、なかなか。ハートありがとうございます。どうよ、みんなみんな握手会とトーク会来てくれるんですか。ちょっと楽しみ、めちゃくちゃ私だけですかこんなに楽しみにしているのは。ハートありがとうございます、ありがとうございます。グミ、グミは今ガムと追いかけっこしてますね。ガムガムちゃんガムちゃん、ちょっと今なんか喧嘩モードかもしれない。ガム、ゴンチョ、ゴンチョ来て、あ、ダメだ、ん、星中いた、ガムちゃんってガムちゃんって言われてるよ。ガムディッシュは、ガムディッシュよ、ガムディッシュよ。おこなの、グーちゃんにおこなの、ガム、ん、ガムちゃんタイムだ、イエイ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 。ちょっと不機嫌で、ありがとうございます、ミラーボール、スーパーガムちゃんタイムのはずが、ちょっとガムがちょっと今不機嫌だし。ハートありがとうございます、久しぶりに行かせていただきます、やったー、ありがとうございます。あ、お風呂空きそう、やった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 、お風呂、これでも15分ぐらいやろうかな、15分経ったらお風呂かな。ちょっとさすがに結構ね、私のね、家のお風呂ね、すぐ開いちゃうんですよ。そうそうそう、あ、そうだ、5月12日、5月12日の写メ会、ん、写メ会かなだけ、そう、着るね服決めたんですよ。というかさっき彩香から LINE が来たんですけどそう、なんか本当はね、ちょっとカニライクで、なんか多分初なんですよ、カニライクでなんかちゃんとみんな何部数が被ってる感じが初なんですよ。だからちょっとカニ3人でなんかしたいって私が言い出して、まあちょっととりあえず一旦カニだからちょっとドレスコード赤でいこうみたいな、そう話したんですけど、ちょっとなんかそういう却下になって、じゃあこれにしようってなったのが、私がピーチ姫を着て、彩香が、ヨッシーの部屋着を着てくれるらしいです。はい、パチ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 、お風呂、そう、お風呂開きましたお風呂開きました、イエーイ。でちょっとゆきちゃんに今マリオになってくれないかっていうのをめちゃくちゃこう交渉中というか、はい、お願いしてるんですけど、ちょっとなかなか交渉がうまくいってないという感じになっておりますので、はい、うまくいったら、うまくいったらちょっとね3人でね、こう任天堂の任天堂ワールドスーパーマリオブラザーズは完成するんですけども、ちょっとうまくいってないので、はい、ちょっとね、あとゆきちゃんはね、なんかねめちゃくちゃ今回ね衣装を着る日をちゃんと決めてて、ちょっとその兼ね合いもあるらしいけど、まあこの部だけとかにするならいいよって言ってて、まあそれか皆さんどなたかね、ジェラートピケで今マリオコラボしてるんですけども、はい、
そのマリオの、マリオのやつはなかったかな、わかんないですけど、その どれかの服をユキちゃんにプレゼントしてください。はい、そしたら実現するかもしれない。ユキが それでお揃いとかしたらって、そうカニライクでそのジュラピケのマリオコラボのやつをお揃いしたいみたいにちょっと乗り気になってくれたんですよ。そうちょっと乗り気になったんだけど、もう結構なんか売り切れ続出みたいな感じで、ちょっとできないかもってなっちゃって、そうでちょっとね、なんかね、そっから乗り気じゃないんですよね。じゃあマリオでいいじゃんって言ったんですけど、ちょっと乗り気じゃない。まあ、また皆さん、そのそうジュラピケを送るか、ジュラピケを3人に送るか、ゆきちゃんにアマゾンとかで買ったなんかマリオのコスプレセットみたいなのを渡すなどしてくれたら、本当にちょっとカニライクで、マリオ、スーパーマリオブラザーズの世界観がちょっとやっぱ SKE で実現するかもしれませんので、 SKE のカニライクで実現するかもしれませんので、ちょっとはい、皆さんご検討ください。よろしくお願いします。皆さん、はい、カニでね、ちょっと引き続き私もちょっと交渉はしていくんですけども、今日もね、そう今日も言って断られたんですよ。ちょっとね、頑固ですやっぱ。そう頑固だし、ちょっと選抜復帰してすぐにやっぱちょっとマリオを着せるのはちょっとこちらも心苦しい、本当に心苦しいんですけども、やっぱでも着てほしい。これはやっぱ3人でね、カニライクでお揃いを実現したいですね。はい、そういう感じで、ちょっともう引き続きでも交渉は続けていこうかなと思いますので、頑張って引き続き説得していこうかなと思います。マリオコラボ、あ、ちょっとでも本当やらしい話になるんですけど、あの上下別で送ると、あの半分半分になるんで、送れます、はい、あ、書いてあるか出ますね、ちょっと大きく出ないんですけど、別々で送ると送れるんですよ。そうでも本当にみんな調べてくれてるのがまず優しいよね。ありがとうございます。みんなでゆきちゃんを説得しましょう。ちょっとやっぱ私ほんとカニライクこれ初なんですよ。本当に3人さ部数揃うの初じゃない？結構、まあ、というか私がいつも揃ってないからいけないと思うんだけどそうだからちょっとね、結構楽しみにしてんだよね。そうえ、そうだよ、そういうテクニックがあるんですよ。なんか靴とかも別々で送ると半々になるんですよ。すごくない？今回初めて握手会に行こうかと思ってます。ありがとうございます。お待ちしてます。本当に、あ、でカニというか、まあ、一旦あの彩香と、その彩香がよし、私がピーチ姫着る日は5月12日になってます。はい、5月12日に来ますので、ちょっとよかったらピーチとよしをコンプリートしてくれたら嬉しいなと思います。お願いします。はい、わかんない、どこですかね、どこでやるやつちょっとね、そうやろうって言うだけ言って、さっきね、あやかからあの5月12日どうですか、待って、5月12だよね、5月12日どうですかって来て、そう5月12日以上着るかってなったんですけど、 5.12、 5月12ってことですよね。5月12ですね。はい、あ、15分になった、早っ。愛知県の方か、愛知県かな。ちょっといつ何着よう、これ、ちょっと待って、私さ、なんかさ、待ってちょっと待ってね、ちょっと解禁してないこと言っちゃいそうでさ、やばいじゃん、それはまずいじゃん。
はい、はい、大丈夫だった。そう、なんかね、私ね、その K2 のカップリング衣装を着たいんですよね。そう、それを、うん、愛知と幕張それぞれで1日ずつ着ようかなって思ってます。はい、てか写メ会はね、そういうなんかちょっと撮って楽しくなるような格好をちょっとしたいなって思ってるんですけども、まあまだあんま追いついてないのがちょっと本当遅いよね。でも写メ会はなんかやっぱさ、まずこうびっくり、やめて、めちゃびっくり、あの写メ会はこう物として残るから結構私はおすすめかなと思うので、はい、ぜひ写メ会もね会いに来てもらえたらなと思います。そう、カップリング衣装幕張とあれで着たいんだよ。ちょっと待って、みんな決めちゃおう今。それが一番だよね。こんなちょっとさ、なんかダメだよね。待って、うわ待って、でも私さ、あれもあるじゃん、え、生誕T着れるんじゃね、5月6月だったらね、生誕T も着たい。え、どうしたらいいの。でも12はもうピーチにするって決めてるから、じゃあ11の5部が K2 のカップリング衣装を、11の7部が生誕 T シャツにする、どう。で6月の6月の15の5部がカップリングの衣装で、6月15の7部が生誕 T シャツにしましょう。で6月16はなんかちょっと待って、考えてなんか着ようかなって思います。はい、これどうですか、どうですかね、いい感じなんじゃないかなと思います。やっぱちょっと幕張だけしか来れない人と愛知しか来れない人がいるかなと思うので、ちょっと一旦そういう日を作るわ。ちょっと一旦これでいきましょう。はい、12日はずっとピーチ、そうですね、ずっとピーチにしますやだ、あ、ピーチとヨッシーにしてもいいよ。あ、待って、スタン、やだ、待って。立ちだったらやだな。ちょっと待って、待って。5月12はスタンディングですか？ちょっとどこやったっけ？私、メモじゃない。スクショみたいなした気がするんだけど。あ、これか。あ、着席か。じゃあ5月12ピーチとヨッシーにしようか。一人で、ちょっと待ってヨッシー結構色あせてるかな、もともとこんな色だったかな、ちょっと汚いかもしれない色が。ピーチだけにしようごめんなさい、ピーチだけにするわ、ピーチだけにします。12はすいません、そうですね、座りということで、ちょっとティータイムみたいなピーチ姫のティータイムでいきましょう。はい、これで5月12日はピーチ姫のティータイムしましょう。座りなのでせっかくなんでね、うん、ティーカップ持ってきます、私が、一緒にお茶を すすりましょうね、ちょっとアフタヌーンティーみたいなね、あれ用意していただきましょう、みんなで、そうしましょうね、はい、そうしましょう。あー、ハートありがとうございます。おー、なんか走ってる、
そうしましょう。ちょっとね、この今ね部屋着でねヨッシー着てるんですけど、ちょっともうね色あせてるかもしんない。色がね元の色と違うかもしんないと思ったので、ちょっとそうします。はい、あ、そうですね、みんなキノピオのコスプレとか各々のなんかちょっとマリオブラザーズを着てきてくれたら嬉しいなって。そしたらちょっと私もやっぱ平常心で、やっぱさ、え、待って、12日絶対埋めて、みんな完売させて、マジで。ちょっとさ、なんかさ、いつもさ、いつもは気になんないんだけど、なんだろう、写メ会でさ、次来る人を待ってる間さ、係員さんと3人きりになるの、あの個室みたいなところで。え、3人きりの時、Bチームだったら気まずい。ちょっと気まずいから、ちょっと12日は完売させよう。ちょっと本当に、え、本当恥ずかしいかも。ちょっと待って、恥ずかしくなってきたかも。え、みんなちょっと、股を途切れないようにうまいことやってほしいかも。ちょっと恥ずかしいな急に恥ずかしいんだけど、ちょっとみんなどうにかしてよ、12日、ね、12日どうにかしてね、本当に気まずいから、一番気まずいからね、これ私が一番気まずいからね、みんなよろしくね。まあそんな感じで行こうかなと思います。ちょっと16日何しようかな。6月か、6月ってなんもないもんな、なんか なんもない、なんかね、浴衣とかあればいいんだけど、そんなんもないもんね。いや気まずいでしょ、ね、気まずいよね、みんな。ティーカップ多分皆さん持参したら、あの直前に没収されちゃうので、ちょっと皆さんはティーカップは絶対出さないでください。はい、絶対出さないでくださいね、お願いしますね。うわ、ちょっと待って、16日何しようかな、ちょっとな、何も思い浮かばない。まあ私服でいっか、みんな私服取ろうよ、私服取ろっか。まあそれか、いや私服取ろっかなんかそれまでにね、ハマってるものとかあったらいいんですけどね。私がよく善逸くんとかね、すごいハマってたんですけどね、なんかそういう、なんか今って何があるんだろうな、ちょっと何も思い浮かばない。あ、レフェリーレフェリーしますか。でもレフェリーもさ、ちょっとさ、何も知らない係員さん、さ、レフェリー見たらどう思うの。ちょっとさ、係員さん、先まずいわ。でもレフェリーするならさ、私あれがいいんだけど、立ちがいいんだけど、どう思う？え、てか、まね、レフェリーだったら立ちがいいんだけどな、私。スタンディングの方、15日をレフェリーにしようかな。うん。レフェリーにして、16の5部がカップリング、7部が生誕 T シャツにしようかな。ちょっとこれでいこうかな。ちょっとやっぱね、立ちがいい。ちょっとレフェリーするのは立ちがいいので、はい。ちょっとレフェリーにしようかな。ちょっとでも、これは、あの衣装部の方がレフェリーの T シャツを何管理してくださってるので、ちょっと一回衣装部さんに確認してからにはなるんですけれども、ちょっとはい、その感じで行こうかなと思います。はい、 そしてそれを使っていいのかどうかもちょっとあんま分かってないので、はい、ちょっとね確認しときますね。待ってよ、衣装確認。はい、というわけでそういう感じで行こうかなと思います。ちょっとね、今からお風呂入りながら何を着るか整理して
ツイッターを更新しようかなと思います。はい、また参考にして会いに来てくれたら嬉しいなと思います。そして写メ会ももちろんなんですけれども、はい、握手会とトーク会も、いっぱい会いに来てくれたら嬉しいなと思います。ちょっと本当にお誕生日何もないのが寂しいので、はい、ちょっとお祝いしてくれたら嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。ちょっとね、そうなんですよね、レフェリーのあのしましまがちょっと誰管理なのか分かんなくて、ちょっと私も今分かんないんですけど、東京女子さんではないと思うんですよ多分。私名古屋に持って帰ってきてるから、そう多分ですけどね、ちょっと今ちょっと所在が分からないので一回聞いてみようかなと思いますので、はい、よろしくお願いします皆さん。はい、グミ来て一緒にバイガムする。グミ、はい、というわけでね、皆さんね、今日も見てくれてありがとうございました。はい、ごちゃんです。ではいつものいきますよ、せーの、バイガムグミバイガムありがとうございました。お風呂入ってきます。バイバーイ。おやすみなさーい。